お城のお尻。そんなわけでキムヒョンジュン、アニョハセヨ。なぜこの2人がこうつながってるのか光栄なことなんですが、いつ知ったんですか？僕も中学校때부터알고있었죠。ギター학원에처음들어가는순간부터。僕は中学の時から存じ上げていました。ギターの教室に通い始めた頃です。ギター教室ね。ギター教室で最初にどんなことを習ったんですか？ IMA。 IMA IMA IM 人差し指、中指、薬指ってことね。はいはい。321、321って弾いてます。これが一番最初に習った。2週目に2週目にこれを習いました。6弦を弾くと親指ね。そう、3週目、3週目。あ、これ禁じられた遊び、ロマンス。ね、ロマンスが가장한국인들이접하기제일먼저배우는연주곡이죠。あのロマンスは韓国の人たちがギター学習者が一番最初に習う練習曲ということになります。でも日本もそう。うん、そうですか。うん、この曲はよくできてて、メロディーとこれが一緒なんですよね。だからタン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 。でこれタタタタタタってね、はい、それがよくできてて、이게한국에서는대부분기타를치시는분들은이곡을먼저배우고그다음에대부분의한국남자는로망스를다칠줄알아요。まあギターを習っている人であれば、あのほとんどこの曲から習うんですけれども、ほとんどの韓国人の男性はこの愛のロマンスを弾くことができるんです。ね、ギター学習者は。ね、그런데2절을못치죠。でも2番は弾けない場合が多いですね。そう、2番はね、転調するんですよ。キーが E マイナーから E に転調するんです。はい、2절을이제완주한사람들은이제코타로오시오상의곡을도전하죠。이제마지막으로황혼을딱연습해갖고대부분이래요。뭐이제기타를포기하게된거죠。네、아이노로만스를最後までマスターできた方たちは、네、このおしょうさん先生の黄昏に進むんですけれども、네、最初は今みたいな感じで弾き始めるんですが、네、ほとんどは途中でギブアップ하는、네、ふうにしてしまうんです。기타를포기하는곡이이제다소가래죠。ギターを諦めさせる曲が黄昏でもあるんです。うん、なかなか敷居の高い曲になりましたけど、でもそれでもね、この前あの横浜パシフィコで弾いてくれました。僕はもうすごく感動しました。もう感動までしたよ。でも、こうしょうさん앞에서이렇게연주를할수있는기회が생겨서もう굉장히영광스럽고저인생에대단한추억이었던것같아요。おしょうさんの前であんなふうに演奏する機会を与えていただいて、私にとっては本当に大きな光栄でした。いやでもすごい、あの後にリワインドに入ったところがすごい良くて、はい、なんかもう僕はその後もう号泣してしまったんですけどね。でもすごい素晴らしい演出で良かったです、はい、リワインドの이어지는그くだりが너무좋아서폭풍を夜하셨대요。ねえ、어쨌든글쎄요음악이라는게참신기한것같아요。뭐언어는말이안통하면답답하지만마음으로느껴질수있는게코타로오쇼상의음악이지않았나싶어요。音楽というのは本当に不思議なものですよね。言葉が通じないとなかなかもどかしさが言葉ではあるんですけれども、音楽というのはやはり心を通い合わせることができる、それがまさにおしょうさんの音楽でもあるというふうに思うんです。